こんにちは、大熊里奈です。今日はトレーニング動画ではなく特別なお知らせの動画となっております。タイトルからもね、分かると思うんですけれども、2週間14日間分の自宅でできるトレーニングカレンダーを作成いたしました。そうなんです。私は略してタクトレカレンダーって呼んでるんですけれども、やっぱり今コロナじゃないですか。でね、どうしてもジム行きたくてもジム行けなかったりとか、そもそもジムがもう閉まってたりとか、スタジオに行けなかったりとかっていう日々が続いてると思うので、今日はですね、そんな時だからこそ自宅でできるトレーニングのカレンダーを作成してみました。ご存知の方も多いと思うんですけれども、私今アメリカに住んでいて、コロナの状況がこっちもいよいよ本格的になってきました。この間ね、トランプさんが国家非常事態宣言を出されて、それからですね、ほとんどもうレストランとか学校とか会社が全部シャットダウンして、もうスーパー行ってもトイレットペーパーとか缶類とか自宅で保存できるご飯とかパスタとかも全部売り切れて、すごいなんか街一帯がゴーストタウンみたいな感じになってきています。どんどんジムも閉まっていて、空いてるジムもいくつかあるんですけれども、やっぱりみんな行きたがらない人が多いですね。なのでね、自宅でもジム行ってる時と同じぐらい体を動かせて健康状態保てるようなトレーニングプログラムをカレンダーにして作りましたので、ぜひ活用してみてください。使い方すごくシンプルで、とりあえず今週と来週分を作成したんですけれども、月曜日はお腹腹横筋とコアですね、横の腹斜筋と背中を、このコアの周りを鍛えられるようなトレーニングをビデオを厳選してカレンダーに入れました。で、火曜日は下半身ですね、主に太ももとかももの裏、ハムストリングとかふくらはぎ、あと内ももとか外ももとか、結構ね気になる方もいっぱいあると思うので、下半身だけに集中した曜日が火曜日です。で、水曜日は今度は二の腕ですね、上に戻ってきて、この主に下上腕の三頭筋と上上腕二頭筋と、この肩三角筋と呼ばれるところを主に鍛えていきます。で、ニューって書いてあるのは、新しい動画がその日にアップロードされますので、ぜひ新しい動画も一緒にやってみてください。で、木曜日はお休みな日になります。やっぱり2週間ぶっ通してやっていくのもいいんですけれども、たまには体をしっかり休めてあげることは大切なので、よくね、筋肉痛になってしまったというお声もいただくので、木曜日は1日お休みの日を取ります。で、また金曜日戻ってきたら、今度はヒップアップです。今ね、すごいお尻ヒップアップブームも来ていると思うので、お尻だけに、この大臀筋と中臀筋だけにフォーカスしたトレーニングを一緒に行っていきます。週末は比較的リラックスして行いたいなと思うので、土曜日はストレッチを厳選してやります。で、日曜日はお休みという形になるんですけれども、2週間目の日曜日だけ、私の YouTube でまだやったことがない特別な企画を用意してあります。そう、見てもわかると思うんですけれども、ライブピラダンスですね。何をやるのかっていうと、ライブ配信をするんですけれども、私がこうカメラに向かって皆さんに教えるのではなく、私のトレーニング動画をテレビで流すので、それを私と一緒に皆さんも行うという形になっています。まだね、やったことがないので、どんな感じになるかわからないんですけれども、きっと楽しくなると思うので、ぜひ時間が合う方はご参加してみてください。日本時間の日曜日の朝5時か朝9時か10時ぐらいに開始する予定です。このカレンダーの中に入っているトレーニングは、いつもやってるピラティスとダンソレーションが両方入っています。ピラティスは比較的こうタイマーを測って、各45秒ずつを15秒のインターバルを入れながらいくつか繰り返していく形のものです。で、反対にダンソレーションっていうのは、音楽に合わせながらリズミカルなテンポで体を動かしていくっていう感じですね。そっちはもうちょっと有酸素運動も兼ねてやっているので、体をこの2週間を通してまんべんなく、かつバランスよく鍛えられていくようなプログラムになっています。で、チェックマークがですね、各動画の下にあると思うんですけれども、終わったら普通にチェックマークを入れてもらって、今度はこれを皆さんの SNS でシェアできるような形になっています。私も結構インスタとフェイスブックとツイッターをよく利用しているんですけれども、特にね、インスタのストーリーとかツイッターでもそうですし、フェイスブックのタイムラインとかでもいいんですけれども、毎日ね、終わったごとにこのチェックマークを入れて、自分がどれぐらい運動したかっていうのを皆さんとシェアしていくのもすごく面白いことだと思うので、ぜひ動画ごと、また日にちごとに一緒にチェックマークも入れてトレーニングしてみてください。先日インスタのストーリーでも、皆さんの状況どんな感じかなとか、日本の状況良くなってきてるのかなっていうのがふと疑問に思って、
思ったので来てみたら、やっぱり賛否両論というか、良くなってきてるって言ってる意見もあれば、まだまだあまり変わらないよとか、この状況自体に慣れてきてしまってるよとかっていう意見がいろいろあったので、ね、私たちだけで何かできるってわけではないですけれども、一個人としてやっぱり正しい生活、たくさん睡眠とって、バランスの取れた食事をしっかりとって、体も適度に動かしてっていう健康的なね生活をしていくことによっても、体温も上がってきますし、免疫力もついてくると思うので、自分たちでね防げることはたくさんあると思うので、ぜひそういうところから一緒にやっていけたらいいなと思います。このカレンダーは私の YouTube のチャンネルのコミュニティの欄からダウンロードできるようになっていますので、ぜひ活用してみてください。それでは皆さん元気で健康に、一緒にコロナを乗り越えていきましょう。また質問等あればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。